築地法廷の桜の花も咲き始め、春を感じさせる今日の良き日。公私ともにお忙しい中を、真岡市長井田隆一様をはじめ、多くのご来賓の皆様、そして保護者の皆様のご臨席を賜り、ここに平成24年度の入学式を迎えることができましたことを心から感謝し、厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。さて、109名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。去る3月19日の小学校の卒業式に参列させていただきました。皆さんの最上級生として自覚あふれる立派な態度と大きな返事、そして一生懸命に歌う姿に感動しました。素晴らしい卒業式でした。皆さんは今日から真岡東中学校の1年生です。6年間にわたる小学校の全課程を修了し、義務教育の最終段階である中学校に入学したわけです。今皆さんの心の中には、楽しかった小学生生活の思い出と、今日から始まる中学校生活への期待と不安でいっぱいではないでしょうか。中学校への入学、それは皆さんのこれからの長い人生にとって心に残る大きな節目になると思います。この記念すべき良き日にあたり、皆さんにお話ししておきたいことがあります。それは、人としての当たり前が当たり前にできる立派な大人になるために、この中学生活の3年間でその基礎基本を身につけてほしいということです。学習の基礎はもちろんのこと、人間関係の基礎も学校という集団生活を通して学んでほしいと思っています。善悪の判断や行動、そして自分の言動に対しても責任も小学校とは近い、子ども扱いされずに大人として扱われる場面も多くなります。これからの中学校生活、有意義なものにするために、そして一人の人間としてよりよく生きるために3つのお願いをします。1つは決まりを守ることです。みんなが笑顔で幸せな生活をするために決まりがあります。家庭では家族の約束事や決まりがあり、地域社会ではその地域独自の決まり事があり、広くは日本国憲法という日本国民全員が守らなければならない決まりがあるのです。決まりがあるから集団生活がうまく機能するのです。人は決して一人で生きているわけではありません。多くの人たちとの関わりの中で生きているのです。学校は集団生活です。生まれ育った環境も考え方も生き方も違う人が集まって生活しています。自分勝手な判断や行動、自己中心の言動は集団生活では許されないことなのです。東中には生徒全員が楽しく安心して学校生活が送るために、全員全校生徒一人一人が真剣に考え、意見を出し合い、生徒自身の総意による東野の誓いという決まりがあります。決まりを守ること、それは誰もが楽しく幸せな毎日を送るために必要不可欠なものです。2つ目は、3年後の進路を意識した生活をすること。あなたたちの年齢の頭と体は勉強するのにも体力をつけるのにも絶好の時期です。将来の夢に向かって勉強も運動も中学校時代に身につけなければならないこと、やらなければならないことを諦めずに最後までやり通してください。3年後の進路決定の時に大いに役立つことはもちろんのこと、皆さん一人一人の一生の財産になるはずです。3つ目は、思いやりの心を持って生活すること。あなたたち誰もが世界でたった一つの大
大切な命を持ったかけがえのない存在です。どうか自分を大切にすることはもちろんのことですが、周りの人に対しても優しく温かく常に思いやりの心を忘れずに接してほしいと思っています。人をいじめたり傷つけたり辛い思いをさせたりということのないように心がけてください。ルールを守ること、3年後の進路を意識した生活をすること、思いやりの心を持って生活すること、この3つをいつも頭に置いて今日からの中学校生活を送ってください。集団生活の基本は少しの我慢といっぱいの思いやりです。自分のことをしっかりと考えるとともに、いつも他人の立場に立って考えることのできる人になってほしいと思っています。さて、保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。今日から3年間、大切なお子様をお預かりいたします。そこで、保護者の皆様にお願いがございます。教育は学校だけでは到底できるものではありません。生まれ育ったご家庭での家庭教育を基盤にして、その上に学校教育があると信じています。過日、60年ぶりに改定された教育基本法にも、家庭教育の重要性が謳われ、条文の第10条には、父母、その他の保護者は、この教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとすると、法律で家庭教育を規定しています。教育は家庭と学校が手を携えて初めてより良い教育が成立するものと思っています。無限の可能性を持ち、そして未来ある子どもたちの幸せと健全な成長を図るために、ぜひ学校の教育方針をご理解いただき、ご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。微力ではありますが、全職員力を合わせ、心豊かでたくましいお子様の成長と夢の実現を目指して努力してまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ご来賓の皆様にはお忙しいところご臨席を賜り誠にありがとうございました。今後とも本校教育推進のために限りないご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。最後に、本日ここに入学された109名の生徒の皆さんのこれからの活躍を期待するとともに、一人一人の未来が輝き、そして幸多いものであることを願って式辞といたします。平成24年4月9日真岡市立真岡東中学校長、戸田信之。職員、生徒、起立。